チャオ、あちゃんです。今日はね、新あっちゃんの新しい武器、焼き丸使っていきたいと思います。はい、ではね、いきましょうか。焼き丸しゃべっとろう。新しいあっちゃんの武器、パートナーがどういういい働きをしてくれるかね、楽しみでね、はい、焼いていきたいと思います。まずね、マスウビ、ニンジン、タビア、ピーマン、キャベツがこんなからな、とりあえず鶏肉さんを焼いていきましょう。煙が出ないか、お部屋でね、お部屋で火を使ったバーベキュー、普通ありえへんよね、ありえへんことを可能にするのがあっちゃんの新しいパートナー、焼き丸くんです。一緒に切れてない。小木さん結構ね、焼くの時間かかるけど、この人が思ったよりちょっとちっちゃいのね、仕方ないですね。そうね、火が全開です。まだ綿大地もね、なかなか焼けへんかったからね。まあ、仕方ないんじゃないのかなと思いながらね、やっていきたいと思います。ロームちゃんはね、ご飯、あっちゃんはね、お肉焼くときあんまりご飯食べへんから、うん、できない。あ、しいたけね、あ、エビにもあったんだ、エビにたっぷりだね。すごいよ、全然煙出えへん、びっくりするわ。煙出えへんの、写真撮ろうか。これはありがたいね。お部屋でバーベキュー、それも気使って。で、今日はね、こうね、新聞引いてん、テーブルに。なんで新聞引いたかったら、どんだけ油が飛ぶか。うん、だから、外に油飛び散るのを見たかったから、新聞引いてみました。子供ちゃんはね、退屈そうに。焼き上がるまで退屈そうにしております。おりさんやからね、油がすぐ出るのよ、あの皮のところはね、うん、それでもでもね、うん、なんていうの、煙が出ないで、油はね、あの穴開いてるところから落ちていくねん。ヘルシーやで、これ、うん、下げ下げ、いい感じに焼けていきます。ここはまだ焼けないからね。混ぜましょう。
かなかやけど、まあ最初はこんなもんかな、うん、でもね、煙が全く出えへんわ、すごい、うん、ニンニクもこのまま焼いてたら、こう焼いてたら、何見たかれかな、このまま焼いてたのか、もう綺麗に焼けてきた、新兵器ええよ、うん、ちょっと油飛んでるね、でもあのなんていうの、ホットプレートでやるより周りに飛び散りが少ない、うん、食べや。食べられるの、これ全部。もうちょっとかな。生揚げのやつありそうです。なんでしょうか。じゃあ、じゃあ食べや。はい。いけると思う。あ、切れてなかった。いけてろ。うん。今見てね。
めっちゃ美味しい。なかなか安い。あの、いかある？野菜食べ。煙が高いのはいいわ。もう食べよ。では、食べよ。いらんの？ここにあるの？あ、エリンギさん美味しい。すごいジューシー。うん。うん、美味しいな。部屋でかていつかバーベキューできればいいな。エアコン効いた部屋できるやん。うん、あっこ、あっこ、あっこやろ。でも、とろけるめっちゃ美味しい。いや、美味しい。うん、できたね。ちょっと待って。はい。食べへんの？では食べへんの？え？聞こえへん。ん？いらんの？
なんか入ってないと、一緒に食べとくって言ったんですね。いや、ムカデ。はい、ムカデが出ました。まあ、このちっちゃいだけどね。細いね、なんぼね、1ミリぐらいの細さかな。でも量が怖いから、逃げてしまう。あとで焼いて置いといたのか。怖い、怖がりやね。あっちゃんも嫌やけどね、ムカデはね。ちょっと焼いて食べましょう。ムカデ、焼けたよ。お腹減ったらパッとこれ行くでしょう。はい。なんか落ちるけど残りの、ずっと本読んでるの。勉強にスイッチ入ってくれないんだけどさ、食べるときは食べてほしいんです。大丈夫。あれ大丈夫ちゃう？ん？これ？もうちょっと早いかこれ。あれ？焦げんのか？はい。トルコン食べや。うん。人参も食べよ。食べてみたら、なんで。食べる。家族。うん、おいしい。これおいしいね。
食べる、うん、ニンニク。キムさんよ、これパクって食べてた。うん、あ、まだうまい。あの、あ、まだ違うわ。ゴリッとしたけど、あんまり辛くない。うん、感じちゃう。私は間違うところ。まだ焼く？うん。出られる？うん。うん。みんないけると思うな。ニンニクを火を与えろ。ニンニク、うん、まだ欲しい、うんうん、はい、ニンニクを入れたらか。ああ、皮が皮むかんて焼いたらね、ホクホクに焼けんね、皮むいて焼いたらカツカツになるよ、皮むいて。そう、うん、うん、たまりまへんわ。見たけどね、これ面白い。うん、うん、面白い。うん、いいか、うん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 、いい感じに焼けております。この油飛ばへんな。上がっていないな。うん、いいわこれ。全然また飛ばないわけじゃないで。
ちょっとは飛んでるけどね、うん、全然煙が上がらない、うん、前のやつよりな、めっちゃマシやな、前のすごかったもんな、うん、向こうの部屋に置いてあったらいいカットはあれやもん、あ、こわで飛んでくるな、めっちゃ油ぎっしりやもん、うん、ちゃんと教育しとくね、うん、だからさ、たぶんあの子もさ、ずっと坂食べてるとか聞いただけだな、うん、あっつナス美味しいけど、あっついわ、お前もうなかったのでいいじゃん、美味しかったよ、ごちそうさまでした、あの焼き丸、ね、ほとんど煙が出ます、匂いもそんなに気にならへん、うん、これ部屋で使っても全然大丈夫なレベル、うん、です、で焼いてるじゃん、うん、これからね、かっちゃん家で大活躍してくれると思います、はい、ということでまた、うん、バーベキューしたいと思います。では、またね。バイバイ。はい、焼き終わった後、コンロを見てみたら、まあ、コンロの周りちょっとね、油跳ねがありました。鉄板の上はまあね、焼いてるか、鉄板、ま、上っていうか、縁は仕方ないとして、その周りね、鶏さんってまあまあ油多いねんね。で、鶏皮のとこからすごい油が出んねんけども、油がかなり下の受け皿に落ちてました。で、周りのね、本体、ボディの方がアップにするとこんな感じ。てん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 って油がついてんねんね。うん。この程度の羽やったらね、かなり少ない方やと思います。うん。で、他のでやるとね、周りも油まみれになんねんね。もうなんか水こぼしたんかってぐらい油跳ねる時もあって、ロバット大将なんかでも周りがね、すごい油まみれになった。で、あれはもうファイヤーするし、ね、スモークするし、もう火は出るし、煙は出るし、部屋では使えません、あれは。かなりやばいでした。でも、ホットプレートやったら部屋でするもんやからと思ってやってみてんけど、ホットプレートで鶏さん焼いたり、豚さんのね、ロースの油の多いとことか焼いたら、もう当たりまみれ、もう油まみれになんねんね。で、ホットプレートでやると、やっぱりね、油が落ちひん分、どうしてもその油の中で揚げたみたいになって、えらいことになんねんけど、これ隙間からね、油が落ちるんで、結構ヘルシーに焼けて、お肉がね、美味しかった。ジューシーで美味しかったね。うん、で、周りの新聞、こんな感じ。てん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 とちょっと油がついてる感じ。かなり油跳ね少ないです、これは。うん。っていう感じでね、お部屋でするにはいいと思います。はい。で、これもね、皿の間、まあ、こんな感じなんだけど、まだ使い込むとどうなるか、いろんなお肉を焼くとどうなるか、いろいろ試してみたいと思います。はい。で、ちょっとね、気になって他の人のサイトとか見てみたら、
タレ付きのお肉を焼くとタレと油が下に落ちて水たまりのところにはまってそこが燃えてファイヤーしてえらいことになったって書いてあってんけどもね、それがねあちゃんは分からへんねん、やったことないからやけど、タレ付き肉ってあんま焼くことないねんけど、今度コテちゃんとかタレのついた漬け味噌だれにつけた鶏さんとかいろんなそんなもんも焼いてみたいと思います。はい、ということでね、お肉大好き、バーベキュー大好きあっちゃん、今までね、ベランダとか外でしかできへんかったバーベキューがお部屋でできるっていうね、いいツールを手に入れたんで、これから、使っていきたいと思います。今後また、ヒカルが喋った、はい、今後また焼き丸を使っていろいろなことしていきたいと思います。まあ、基本これね、焼肉用グリルって書いてあるんでね、肉を焼くもんなんで、魚とかも焼くのどうかなと思うんだけども、海鮮も焼いてみたいしね、あといろいろやってみたいこともあるんで、いろいろ試してみたいと思います。はい、では、ね、これからまた焼き丸の活躍をね、楽しみにしとってください。いろんなテストするんでね、よかったら買ってみてください。あっちゃんはいいと思います。はい、ということで、下のね、動画の説明欄に、あれ貼っときます。リンク貼っとくんで、よかったら焼き丸見てみてください。かなり売れてる。新しいんかな？で、かなり売れてるのか知らんけど、9月、今8月のね、25日やねんけども、9月の、4日か、やねんけども、9月の上旬ぐらいまで入荷しませんっていうサイトもあったんでね。で、プレミアついて1万円超えてるとこもあったんでね。まあ、もうしばらくしたら落ち着くと思うんで、よかったら焼き丸使ってみて、お部屋でバーベキューするのもいかがでしょうかと思いました。では、またね。バイバイ。